こんにちは、ピアノ屋 .com の宝田です。リメイクのピアノがまた1台届きました。補修修理ですとかメンテナンスを、させていただくピアノになります。ヤマハさんのピアノになりまして、 U1、 ここに U1 と書いてますね、の H というようなピアノになります。はい。で、このピアノ、ここにヤマハって書いてますね、なんですけれども、まあ、年式的に古いのもあるんですけれども、結構全体に曇りというか汚れが結構きつく出てます。はい。でこれがね、ちょっと何が原因かがわからないんですよね。作業入ってみないとわからないんですけど、ちょっとねこういう形でね、肩というかもついているので、ちょっと磨き上げてどこまで綺麗になるのかやってみないとっていう状態なんですが、はい。たまにね、薬品とかその何て言うんですかね、防虫剤的なものとかが、ピアノとちょうど相性が良くなくてですね、なんていうのかな、こんな形でちょっと変質しちゃうみたいなことがあるんですよね。はい。でこちらの方もちょっと汚れとかが出てまして、で蓋の上も屋根と同じようにちょっと変色というか汚れがあります。はい、こんな状態です。これね、ちょっとね、わからないんですけど、ちょっともしかしたらなんですけど、ここね、わかります？このハケで縫った跡みたいなのがこうシュッとありますよね。なのでもしかしたらこれね、どこかで一回ハケ塗りで直してるのかもしれないです。でやっぱりハケ塗りだとこうやってね、このラインの跡っていうのは残っちゃうんですよね。綺麗な、なんていうんですかね、こういうツヤツヤのこういう鏡みたいな感じにならなくて、やっぱりハケ跡っていうのが残っちゃうので、その上にちょっとそういう屋根と同じように変質するような形のことが起こって、こういうような状態になっているのかもしれません。ちょっとね、これは削ってみたりとか磨いてみてね、表面の様子見ないと判断できないので、ちょっとそのあたり見ながら、いい状態に仕上げていければと思うんですが、まあ、でもできる限り綺麗には仕上げますのでね、そのあたりはご安心ください。で中の方も汚れが結構出ておりまして、で、鍵盤の方の状態は割れとかはないかな。ちょっとここにへこみがありますね。そのぐらいかな。これは汚れなので取れます。ちょっとここが欠けてますね。ここ分かりますかね、ちょっと見にくいんですけど少し欠けてます。まあ、でも演奏には支障ないレベルですね。でちょっとクラックがスッと、ここにもスッと、これも全然段差ないので支障ないです。あ、でこれが一番クラック出てますね、スッスッと。でこれも段差がないですし、剥がれてもいなさそうなので演奏上は支障ありません。はい、こんな状態ですね。鍵盤はこういう状態なので、汚れ取り磨き上げで使える状態かなと思います。ただこういう欠けとかね、ちょっと筋が入ってたので気になるようでしたら、この白い部分アクリルなんですけど、貼り替えで直すこともできますので言っていただければと思います。でこちら腕っていうところなんですけど、ここにちょっと当て傷が大きいのがありまして、で蓋の手前にもあったんですよね。これが一番大きい傷かなと思うんですけど、これもね、直そうと思ったら直せるので言っていただければと思います。ただね、塗料の状態がこんな上が状態なので、ここをきちんと直すってなると多分ね、上全部拭き上げ直しとかになってくると思うんで、ちょっとどう仕上げようかな、これ。そうですね、ちょっとねこのあたりは相談しながら決めていきたいと思いますね。一部だけ綺麗に仕上げすぎてしまうと、ここだけで、ね、ツヤツヤピカピカのこういう感じになってしまって、他の部分とね、なんていうんですかね、ツヤ感が合わないっていうんですかね、ってなってしまって逆に目立っちゃうみたいなこともあるので、このあたりのバランスがね、リメイクの修理の時難しいんですけど、ちょっとそのあたりもね、状態見ながらのご相談にがね、できればというふうに思っております。で、正面側見ていくと、正面側も汚れがありますが、大きな割れ傷とかはそんなにないかな。ここがちょっと擦り傷ね、どうしてもねここは擦り傷いくんですよ。こう座った時にね、ここで鍵盤が引くので、ここでね、ここに擦っちゃうんですよね。こうやって足が当たったりとかしてね、これは仕方ないですね。はい、こんな状態になってます。はい。で足元、あ、足元ね、こういうとこ掛け傷多いんですけど、そこはそんなにないです。はい。ペダルは磨き上げて全然綺麗になるのでご安心ください。
で、こちらもないですね。ここね、結構足とか当てはるんですけどね。うん、大丈夫ですね。はい、このような状態で入ってきております。ちょっとざっとでしたけれども、一旦なので磨き上げできるところまでさせていただいて、改めてちょっとこうやってね、動画とか写真で状態をお撮りしてですね、で、こんな状態で仕上がってますけどどうしましょうかっていう形で、ちょっとまた追加でご案内できる内容があれば、ご相談できればと思っておりますので、まあ、とりあえず今入荷段階でちょっとまだ作業に入っておりませんので、入ってみて、判断できる箇所も出てくるとは思うんですが、ちょっとお話をしながら内容の方を決めていければと思います。で、またここが気になるとか、ここだけちょっと触ってほしいみたいなことがあればね、ご遠慮なく言っていただいたら、できる限りね、ご要望に沿って作業をさせていただきますので、何なりとお申し付けください。ちょっと長くなったかな。ヤマハの、U3 ですね。U3H という型番で、日本国内だと一番人気のあって、まだ根強い人気のある、本当にスタンダード、本当に標準的なタイプのピアノですので、まだまだね、これから活躍してくれると思いますので、作業をね、するのがちょっと楽しみです。はい、こんにちは。作業中の U1H です、ご連絡しておりました、マフラーペダルって言われる中央のペダルを踏んだ時に動く箇所の、穴がねちょっと大きくなってしまっていてっていうお話をしていたんですけれども、こちらにあるこの金具っていうのが動くパーツでして、これがねここにあるこの穴、お写真をお送りしてましたが、に刺さってこう動くんですけれども、そのね、動きがちょっと悪くなっているっていうようなことで、ちょっとここの穴がね、広がってしまってたんですが、今、穴を埋める作業をやりまして、今、このちょっと白っぽくなっているところが埋めた箇所です。本来この白い箇所まで全部えぐれて、この辺りが、かなりね、緩んだ状態で、このピンがねゆるゆるになってしまって、もうこう暴れてるような状態だったんですけれども、ちょっと埋め作業が終わって今様子を見ております。ちょっと完全にねこの辺り固まって、また全て取り付けして動きがね、スムーズになったら問題ないと思うんですけれども、ちょっと強度の問題もあるので、この状態で試してみてちょっと安定すればね、この仕上げでいこうかなというふうに思っております。はい、ピアノの整備の方が進んでおりまして、 U1H リメイクのピアノなんですけれども、上の方金属の方の磨きが終わりまして、かなり綺麗に、かなりねピカピカっと光ってね反射するようになってきました。弦も汚れ取り終わってますので、綺麗にね仕上がってきております。こちらの方低音側まで綺麗になってきてます。で、ちょっとまたね銅線、ここのね巻き線っていうね、途中から色が変わってると思うんですけれども、この弦の色が変わってる部分のお掃除、これから入っていって仕上げになるかなっていうようなところですね。外装の方のメンテナンスはまだなんですけれども、中身の方が進んでいるような状態になります。で、また鍵盤の下、今ねこれ鍵盤が、ここに鍵盤がね刺さってるんですけれども、の、鍵盤が刺さる部分、これがですねピンなんですけれども、前後に1本ずつありまして、これでね横にこう当たらないように、動かないようにね制御してるんですけれども、この部分も磨き上げをして、今ピカピカに光ってるの分かると思うんですけれども、錆取り、また防錆をしていって、鍵盤の方がですね動きやすく、スルッとね動くようにっていう形で調整をしていっております。で、下側も今開いてまして、下側ね今お掃除中です。まだお掃除これからなんですけれども、お掃除をして内部の方をきれいに仕上げていくっていう形になります。で、この後ね取り外しているアクションパーツの修理とかもやって、消耗部品の交換をやって、で最後に外装のお直し、汚れ取りになってくるかなというような流れですね。あ、ちなみにねこれかな、多分これがアクションかなと思うんですけれども、アクションの方もこれきれいに調整終わってますね。ちょっと今寝てるんですけれども、この辺りのハンマーとかも調整も終わっているようです。この状態です。またね、組み上げですとか、外見の方、こういうねちょっと汚れとか出てるところ、動画で撮ってたと思うんですけど、その辺りもね、調整ができましたら経過の方撮影できればいいなというふうに思ってます。はい、作業の方が進みまして、かなりいい感じになってきております。内部の方も整備がもうほとんど完了しているような状態で、ピンの方も綺麗になってますし、アクションの方も
こういうコードの交換とかも終わりまして、かなり綺麗に仕上がってきております。でちょうど調律の方もね合わせ直しましたので、こんな形で音の方も揃ってきております。でですね、前回も撮っておりました、横のこのマフラーの動きの部分なんですけれども、かなりね横にぶれてしまったりとかっていうことで、穴の方の加工も終わりまして、無事問題なく動くように調整ができましたので大丈夫かと思います。で念のために補強のねちょっとね金属のパーツも追加で入れてですね、もうぶれないようにできたかなというふうに思いますね。でなくなっていたマフラーのバーなんですけれども、こちらの方も準備できました。はい、これが新しいバーになります。綺麗ですね。まあ新品ですのでね、ちょっとピアノに合わせて加工してね、ネジ位置とか全て合わせ直したりとかっていうことをしたんですけれども、かなりいい感じでつきました。これが、ここに取り付いてですね、また弱音の効果を出すっていうようなものになってますので、こちらの方ねちょっとまた組み上げが終わった段階で、どういう形で取り付くかっていうところをねお見せできればとは思ってるんですけれども、そんな形で、進んでおります。外装の方の汚れ取りも同時に今進めておりまして、まあ次は、全体のね、完成状態を取れるんじゃないかなと思っておりますので、楽しみにお待ちください。リメイクでお預かりしておりました、ピアノなんですけれども、作業の方終わりました。U1 の H になりまして、外装状態の方は、まあ、現状でということだったんですが、お掃除だけねちょっとしっかりとっていうふうにお聞きしておりましたので、汚れ取り と、色差しの方はさせていただいてます。で簡単な磨き作業はさせていただいておりまして、でただねこういう時代のピアノっていうのは磨きって言ってもね、機械でがっつり磨いてしまうと逆に薄くなってる塗料がね剥がれてしまったりとかっていうことがあるので、まあ剥がれない程度にギリギリを攻めてっていうような形でさせていただいてます。なので、細かい傷とかね傷直ししてませんので、当て傷は治ってないんですけれども、それでもこちらにね届いた時の汚れた状態からするとかなり、いい状態にできたんじゃないかなというふうに思っております。屋根の方から見ていきましょう。屋根の方も傷は残ってますが、金属の磨きも終わりまして比較的綺麗になりました。で正面の方もこんな形で綺麗になってますし、蓋の上面も先ほども撮りましたけれどもこんな状態です。で蓋開けまして中の方もね、汚れ取りが終わってそこそこ綺麗に仕上がったんじゃないかなっていうふうに思います。本来はねこういう角とかも全部木が見えてたんですけれども、そういったところは色差しっていう形で、まあ、色を入れるだけで仕上げてるんですけれども、それでもねかなりねいい感じになってるんじゃないかなと思います。もちろんペダルの方の金属とかね磨けるとこは磨かせていただいてますので、こういうね文字のとことかも磨いてますので、ある程度の綺麗さはね出ているかなというふうに思います。でこのピアノ途中経過も撮ってたんですけれども、マフラーの方のねところが部品がなかったりとかっていうことがありまして、でそこも、中の方は実はメンテナンスをさせていただいておりまして、このようにマフラーねここに入ってますけれども問題なく動くようになっております。でペダルの方ですね、踏みましたらちゃんとねこうやって動くように、ここがねなかったんですけど、ちゃんとね、まあ、踏めばこうやって動くように、はい、きちんと動くようになっております。もちろん音の方もこの方から弱音がねしっかりされるようになってますので、まあ遅い時間帯でも問題なく弾いていただけるんじゃないかなというふうに思います。まあ夜間とかはねやっぱり厳しいですけれども、かなりね音を抑えることができるようになったんじゃないかなというふうに思います。はい、こんな状態で仕上がっております。まあねちょっとお届けの方に運送にお時間もう少しかかるとは思うんですけれども、多分ね出発が早くても今週末になるか来週になるかって感じだと思うんですが、またご案内させていただきますので、どうぞよろしくお願いいたします。リメイクで内部の方の修理してまして、外装は現状で汚れ取りお掃除だけさせていただいたピアノ、完成の動画でした。どうぞよろしくお願いいたします。さよなら。